一見知事は昨日の会見で、巨大地震注意の情報が出された後、三重県内で宿泊のキャンセルなど影響があったことに触れました。臨時情報によって県内の観光業への影響がどれほどあったか把握するため、三重県は今後、県内の市と町にアンケート調査を行うということです。まだ夏休み期間残っておりますのでですね、ぜひ、三重県の観光地に来ていただきたいと。一方、臨時情報を受け利用者を避難させていた尾鷲市の高齢者施設では、昨日避難を終え、利用者が1週間ぶりに元の施設へ戻りました。やっぱり落ち着きます。今後も気を引き締めて、地震に対する、備えですね、備えの方は十分にしていきたいと思います。施設では今後も避難訓練を行うなどして災害に備えたいとしています。